皆さんご機嫌いかがでしょうかパドンカドンクのポッドキャスト Oh damn, That's a badonkadonk. はいということで、スムーズになってきたね。イエーイちゃんと <laughs> を待ってくれるのが嬉しい。待つよもう。ちょっと長いかな短いかなだけ気をつけるようにはしてるけど。Uh huh. でも前のエピソードコンビニのやつは俺カーブボール、うん、<か> <laughs> 俺が英語噛んでどうすんねん誰も気づいてない気づいてないよ <laughs> 英語噛んだこと気づかへんから日本人前のコンビニのエピソードで俺はカーブボールを投げたあ、そ、うんなっけそのカーブボールをそうそう,そう覚えてなかったじゃなくて、うん、で俺やったの明日はそう <So>, yeah <laughs> してたわ yeah 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 little curve ball たまにねそういうこともあるから気をつけますけども <laughs> さあ <laughs> いいシーズンですよ。<Yeah. S 2> めちゃくちゃ綺麗ね。あはん。Huh. 桜。<laughs> Yo, これ多分、<coughs> 日本住んでる時の、うん、トップ3には入ってるこの時期。えっと、春。今の時期。春。い、yeah. や、えー。ええまあまあまあでもわかる。The 花見シーズン。めちゃくちゃ綺麗もね。今も通ってくる時な。<Yeah. S 2> すごいきれいかった。え、桜、ちなみにさ、uh huh. あの、桜は、 アメリカで見たことあったん？ねえよ、ない、ない、ない。そんなないもんな。ない。ええ、デュ。ねえよ、それ、日本の木だもん。いや、なんでそれ言ったかって言ったら。あ、私、あの、カナダに留学してた時ね。あ。トロントにいた時。ハイパークっていう公園があんねんけど。ああ、絶対。そういう愛じゃない。絶対そうだ。ケナダ一番早かったもん。これオッケー出の。合法出したけど。そこで。私、も行ってすぐお花見したもん。 桜いいっぱいあってお前やっと日本出れたのに、うん、<laughs> それ連れてかれたの違うそう私いやいや出てったわけちゃうからな別に日本の文化好きなまま出たからうわあこっちにも桜あんねやーって,て楽しかったからいいねついてどのぐらいたったのお花見するまでにはえーっと1週間ぐらいうわ早い日本逃げたばっかりの時に来たんか <laughs> 日本で見た桜をもう一回カナダで見たえちなみにそれって 花見自体、うん、そのチェリーブロッソム・うん、チェリーブラスいやそれは英語だから俺が合ってんだよ。<laughs> いや、すごいな、3文字になんねやと思って、さあ、3文字か。いやいやいや、チェリーブラスソム・トリーを、うん、やっぱ見て、うん、わこれあの、ちょっと外人っぽいわとかになった。なるか そんな向こうに行ったからってちょっとすっごいピンク濃くなりましたみたいなないのよ。いやいや maybe <laughs> ないないない。ない普通にやっぱあ桜ってほんまに綺麗なと思った。オッケー。どこに行ったって桜はすごい。オッケー。じゃあ見た目は全く同じ。全く一緒。は <Huh. S 1> <え>、うん。え？全然。あっちの花見のやり方はどうだった？まああの普通にみんな見てるだけか。 ややってないわやっててなないいわわハイパークでしょそういうハイじゃないの I don't know どういうハイかもしらんけど。<Yeah. S 1> でも普通に、まあ、ピクニックとかしてる人いた。だから、うん、あお花見って、いう言い方はしないかもしれないけど、あそっちでも住んでやなとは思ったよ。うんうんうん。I っせぃ。日本人何,何人かも集まってた。 うん、私がもうそもそも日本人と集まっていっちゃったもん <laughs> いやお。お前留学して何してんの <laughs> 最初やん最初。なんで日本留学して日本人と集まって花見すんねんやろ。じゃ <laughs> ないやな、語学学校日本人とかあの韓国人とかアジア人ばっか言っても。オッケー。最初はな。オッケーオッケー。いや、面白いな。バイあのアメリカに見たことあるって聞いたやん。うん、俺ほ、本当にこの木が存在するのも知らなかったの。 桜っていうものすら知らんかったいや、yeah, 俺ほんと日本来るまで、えー、で俺日本来てから、うん、この文化初めて見て I was like, Yo それも日本惚れて、うん、長く住む理由も入ってるのそれが好きすぎてえう、ー、嬉しいねなんかでもアメリカにあんのかなってちょっとその時チェックしたの、うん、で俺はもうありカメラ逆だから、うん、アリゾナウェスト、うん、あなるほど、ね、<laughs> ちゃんと<え>ちゃんと 大大事事アリゾナウェストサイトアリゾナだけどフィラデルフィアフィリピンシルベニア州のフィリフィラデルフィアな Yeah, that's g o i フィリフィフィリにあるみたい。いや、うん、あると思うで。で、日本からプレゼントで、なんか交換したんちゃう俺たちはマリワナのあげたんだろうな。 <山>お前らのせいかじゃん,なんかいろいろ問題になってるのは <laughs> そう山の奥にあの勝手にナチュラルで時々あるじゃん最初グレゴリーがそこ行ってちょっと埋めたの埋めてお代わりに桜もありますね <laughs> 変な国コするないやいいトレードフィラデルフィア結構あるんじゃんそれバーって桜並木ぐらいあるんじゃうあらの本当にわかんないそれはちょっと噂か誰かに聞いたぐらいであると思うあるけど俺は日本来て初めて見たどこで見たん日本でうん 初めて初めうおー、シュッ、あ記憶掘って掘って。いや、上野公園行った。上野かば上野行くまでに、ちょっと、maybe, like, 途中の、ヒビアラインかどっかでちょっとかるよ見ちゃったかも。うん、まあそれはなんていう、あの、ほら、ルックとかさ、あれの違い。 見たやろ見えたやん。でも見た。Look at Sakura は ?Yeah.Watch.Watch か。Watch. この英語の違い難しいねんな。でもあれってエロい女の子入れたらめっちゃ簡単なの。離れるけどちょっと一回どういうこと ?OK。じゃあエロい子を一回サブジェクトとして入れるね。じゃ 公園で、はい、I saw a sexy girl. 私は、えらい女の子を見た。Yeah. で、逆にして、うん、公園で、I watched a sexy girl. そうそう、でも <laughs> saw、Saw は別に俺の目線に入ってきた。でも、watch は俺はもうじっともう、like、フォローしてんの。<laughs> ああね、その違いな。わかりやすいでしょ。わかりやすいしょ。それは別エロのてもできたで。ななな犬でもできたで。うわの。うわえこれね。うわはめちゃくちゃ、桜の有名やん1年目の外国人の時。うん。なんか、も十年目。10年目の外国人。全然違うよ。確かにね。確かにそれは今の外歴は全然違う。外歴って言うな。 そんな略し方ない <laughs> 外歴いや <laughs>、yeah, 多分あのまだ噂とかじゃなくてもう、うん、その「Time Out Tokyo」とか外国人が全員使う外国人向けの日本のウェブサイトで「WENOPARK、like,」って書いてあってそんなんあるんややっぱいや、yeah. で外国人同士で見に行った、うん、へえやらかしたわあんま聞きたくないぐらい怖いねんけど <Yeah. S 2> そのやらかした度合いが <Yeah. S 2> 何をしたん いろいろ壊したわ覚えてる最悪やもういいわい,やいいわいいわ <laughs> like, も,うもう聞くの怖なった今いやいやいや別にその外じゃんだから別に壊すものあんまないと思うじゃん、うん、でも周りの次の横の、うん、パーティーやってたスピーカー壊したり覚えてるいい壊したり覚えたりって <laughs>、うん、あっちのマットに、うん、シートな靴脱がずに 登ったり。最悪や。ああ。人、人のパーティーに入ってての。いや、それは、は、花見じゃん。違うわ。そんなことない。まあまあ。花見の仕方間違ってんかも。酒飲んだらな。あれやけど。ザ外国人。やってたんや。でも一つがっかりあった。何?。俺のイメージの花見は、これは絶対見るかと思って。まだ。まだ一回も見たないの。お。イメージがあんねや。 Like, 外国人の日本の花見のイメージ一つあるでもそのあるあるも毎年みんな日本人ぶっ壊してるからちょっと寂しい、うん、どんなあるあるを持ってるのペロンペロンのサラリーマンがネクタイを頭に結んで、うん、めっちゃ木の高いところを登って降りれられないの <laughs> 確かに A は A はあるかもしれんけどる？いやいやイメージはあるあるよ あの別にそれが花見とは限らないけど、その酔っ払いのサラリーマンがいるっていうのはある。で、絶対ネクタイをここに開いてる。<Yeah. S 2> 何 What is that? is <え>何それ私は知らな私もちゃんと見たことはない。リアルを見たことはないけど。え待って。あの、<What? S 2> 土日にじゃなくて、平日に花見してみじゃ。Oh I see 夜な、<Yeah. S 2> 夜夜。いや、でも日本人働きすぎだから、週末でもは <laughs> なんかスーツの人おるんじゃ。おらんわ。 おるけどおらんわ <laughs> あれ誰が作ったあのイメージでもあれは割とレアモンスターデュー見てわお花見ってさでもさ、うん、その割とおどうしたどうしたあっ、uh, okay. サラリーマンの例 <laughs> 怒られた <laughs> <laughs> あの木から落ちて死んだやつに怒られた <laughs> 怒られたかもしれん <laughs> でも今からそのサラリーマンの <laughs> あのー、なんていうの屈辱とかを果たしてあげるお話をしてあげるからさいいっぱい わかんない単語が並んでた今。かまあ屈上は言い上ぎサラリーマンの、なんか、まあ、しきたり、なん,なんていうルールみたいな。o <Okay>. k ルールではないけど、そうとされてるのがやっぱ、お花見って、uh. じゃあ会社でするとするやん。んあー、o k ケー o k ケー o k ケー。とか、まあまあ、仲いい人たちでするなら、まだしもう割と会社とかでもやったりするね。Yeah <で>。なるほど。でもさ、みんなお花見行くやん。ん、uh huh. いい場所で見たいやん。あ、uh huh. 誰かがさ、その居場所を取らないとあかんや。ああ、そうやって、そういう時に外国人使ってる。どういうこと会社の中にみんないじめてる外国人を。お前行け。そうそう。You, y は、y o は行け。朝5時に。そのなんでいじめられてる提なのあ、でも本当にそういうのあんだ。ある。それはある。一人が行くの一人か分からまあ言ったら、新人が行くっていうのが。 結構暗黙のルールって言って、<Okay. S 1> 口にはしないルールがあるね。Okay, okay. そう、まあ1年目とか、新入社員とかが、じゃあ席を取ります。朝早く、本当8時とかぐらいから、ブルーシートを持ってって、引いて、uh huh. そこでじーって待つみたいなあるあるもあった。いや、uh、huh. Yo, それは、うん、正しいと思う。正しいと思ういやいやめっちゃ助かる。 めっちゃ助かるよ<れ>めっちゃ助かるけど<ー>しんどい思いしてるやつがおるでもそれ,それは多分みんな通った道じゃんまあなまあな <Maybe? S 1> うん OKYEA、okay. 正しいと思う <laughs> まあなそれは確かにそう通った,みたいなああ I see I see それがよく会社で、うん、なんかイメージはあったから私もだって自分が後輩の時 セキトリって言うかはゃ変やけど、普通にちょっとシートを引いて待ってたりしたもん。あのセキトリ、ユキがめっちゃ太ってた時。誰が力士じゃおい。<laughs> 誰が力士じゃ。よー、知ってたね、セキトリの方を逆に。Thank you! 褒めて、逆に突っ込む前に褒めてくれてほしかった。<laughs> いやよー、知ってたな、セキトリって言って。いや、あの、最近その単語知って、絶対使う。うん チャンスねえよって思ったんだけど、あった。ここやじゃない。桜エピソードであった。席取りシートシート。あシートです。あいせい。ごめんね。もう席がすごい出るわ。いや、今日。おいしい。おいしい。ちょっと勇気今日、ファイヤーファイヤーって何ファイヤージョークファイヤー。英語で「You're on fire」っていうの。お前今熱いな、その、乗ってんなの。別に。 乗 <laughs> ってないけど <Yeah? S 2> 何。何何か話そうとしてたね。Um, I wanted to ask, um,、uh, その日本の今花見文化ってちょっと言ったじゃん。その、うん、先に行った人が取るやん。うん。先に酔っ払って OK なの？ダメダメダメよ。What? What? What? そうそこそこそれがさ先に行って先に酔っ払ってていいんやったらまあ楽しいよな。 まあ楽しいけど一人で like, 見て「よーをちょっとお先に」でみんな来たら「ウェイ!」じゃないのよ。<What? S 2> 会社とかはやっぱこれがさまた先輩後輩のやつも話したいよなあの日本のな言われるやつやけどさクレイジー文化やっぱその、上の方が来られるまでは、うん、多分飲んじゃいけないと思う上司ねボスとかが来るまでだってさお酒の席もそうやん実はうん 見たことない。こう、みんなでな、うん、飲みに行ったり、ご飯食べに行ったりする。うん、で、上の人がお箸つけるまで食べないっていう。いや <laughs> その日本語めっちゃ好き。<laughs> <何>その先に食べるんじゃなくて、今、うん、箸をつけるって言ったのって。そうそ、ん、う。何個も日本語それ大好きなのなんで ?I don't know。たぶん、俺の国、箸ないから。<laughs> でも、フォーク、だあの、 じゃあ、あの、一番上の人がフォークつけるまで食べないとかも言わないしそうやってそういう刺すまでとかも <laughs> いやトゥイストするまで <laughs> トゥイスト巻くまでいやそうっていうなんかまあお酒も一緒先に飲まれるまで乾杯してもちょっと待つとかいや <Yeah. S 2> んかその絶対じゃないねんけどなんか言わないルールみたいなのが暗黙のルールっていうのが多いよね日本ってほんと、ah, yeah. なんか 先輩後輩のちょっと俺質問いっぱいあるやろうなやー絶対やろうなものすごく多分聞いてる外国人に役に立つと思う先輩後輩や h でもなまあまあなその別に言い方悪いで外から来た人に対してそれは押しつけないと思うほんまは yo yo いい今次のエピソード俺もこのこの r e b u t t l 開始のフレーズも分かっても yeah あ、uh, OK、うん。No、next episode。話すそれ。気になってるけどね。あ、うん、um, 最後、うん、桜の、うん、一番まエロい。エロい。エロい,エロい部分。うん、Dude, it's so sexy。あの死ぬとき。桜が死ぬときって言うな。<laughs> I m 死ぬときな。あ、そう。 <What? S 2> 桜が散るときって言うねんけど nah,、uh, 死ぬ死ぬじゃない散るチェリーブロスムお前んとこの英語はさ全部ダイにするやろうけどな <laughs> 日本語はいろんな言い方があるんや、uh, <okay. S 2> 梅とかお花によって言い方が違うねん No ほんとほんと日本人細かすぎ <laughs> 桜は散る散るそうちょっと待ってなちょっと待ってあ、じゃあこの日本語チェック俺,俺はここのスタジオ来るときに桜が 散ってたのを見ました。うん、正解。でちなみにそれは桜吹雪っていうねんけどな。ああ、清掃エロい。ちょっと一瞬見ていい？いやいいよ。その見てる間、俺があ桜吹雪、桜吹雪を見てて、I was like, oh man, so sexy で下になんか可愛い日本人もおって、I was like, yo, I was like, yo、セクシーすぎるだろうで。 目の前にものすごくデブな外人の観光客が俺の目線に入ってきて全部台無しにしたの <laughs> ええやんけジーズクライスきれいけどあわかりましたはいあのわからんもしかしたらここにつ,くるつけるさ字幕はさ全部「大大大」になるかもしれんけどいや俺が字幕 <laughs> 押して出るから多分絶対「大大大」ってするよしねんけど <laughs> 桜は散るあはん 梅、梅はこぼれるっていう。Okay?Wow! つ<椿>あー、いえ、つばきオイル俺好き。椿は落ちる。あ<ー>ドロップ。あ結構フランクやな。そうで、他にもまあその辺ぐらいかな。なんかボタンとかもあるらしいけど、ボタンっていう話。あ<ー>違うよ。これじゃないよ。<laughs> 早いな、今日。さ <laughs> せないよ<ー> <laughs>。ファイヤー勇気だな、今日。ダイアン早いは。 崩れるっていうんだからまあそういうふうにあのお花にはいろんな言い方があるよっていうこのエピソードの俺が英語字幕打つのめっちゃ難しくしたな、ね、お前今最後頑張れ、oh, <fuck. S 1> この辺は私分からへんからな任せるわみんなもじゃあその字幕ちょっと楽しみにしていただいて桜 <laughs> <て>最後まで楽しんでください